自転車に乗った高校生たちがヘルメットの着用を呼びかけるこちらの動画は、すくも工業高校の生徒たちが作った啓発動画です。この動画は情報技術科の3年生4人がすくも警察署の提案を受けて、およそ4ヶ月をかけて制作したもので、今月寄贈されました。動画は男子生徒と女子生徒がそれぞれ1本ずつを制作。自転車の死亡事故のおよそ6割が頭の怪我によるものだと紹介し、ヘルメット着用の重要性を訴えています。今日はすくも警察署の竹政博史署長から高校生4人に感謝状が贈られました。この動画を見てくださった方々が、まあ、少しでもヘルメットをかぶろうという気持ちになってくれたら嬉しいです。動画は来月から順次県内の警察署や四万十市の電光掲示板などで公開されます。